リンさんです。よろしくお願いいたします。SL 銀河が間もなくラストランを迎えるこの年に、よさこいチーム関連の中の鉄オタ、いや黒丸の魂を持つ者が立ち上がり、新曲が生まれました。それがこの黒丸の鼓動という曲になります。これから演舞を通して皆様を夢の銀河列車に乗せて旅に誘います。列車ですから、もちろん皆様も乗り込んでいただくことができます。演舞の途中に巻き込みに行きますよって言うと、演者たちがですね、踊り手が皆さんを誘いに行きますので、よしと思ったらもう後ろの方に入っていただきます。そして制限解除といったところからみんなで一緒に踊ります。最後走れっていったところでまた電車から降りていただくという流れになりますので、もう最後ですから、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃそんそんということで、どんどん乗り込んでいただきたいと思います。そして今日私はこの一股時計店前会場のスタッフとして一日皆さんの演舞を見てまいりました。3年前にここでデビューするはずだったチーム、今日がデビューのチーム、18年ぶりに盛岡に参加していただいたチーム、たくさんの演舞を見て、やはりこれは臨時列車じゃいけない、定期運行をしなければと、来年も再来年もずっと続いていくための、ここがスタートです。ここから明るくて元気で活気に満ち溢れて、給料が上がって、もうてんこ盛りにいい未来に向かって皆さんと一緒に出発していきます。よさこいチーム関連黒丸の鼓動、ご声援よろしくお願いします。
新聞はご参加をいただき、笑顔でのご声援をいただきまして、そしてたくさんのご乗車も本当に感謝しています。この踊る場をくださった全ての皆様に心からの感謝を込めて、ありがとうございました。それでは続いて終了。